皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですねゆったりメイクをしていこうと思います。ちょっと今回はですね新作のアイシャドウで使いたいやつがあるのでそれを使いながらやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速やっていきます。もうすでにベースメイクと眉毛はまあ終わっているのでアイメイクからやっていきたいと思うんですけれども、さっき言ってた使いたいアイシャドウがこちらでございます。ラーズのふわっとアイシャドウの1803番タージマハルかな。このアイシャドウがもうめっちゃ可愛くて絶対みんなも好きだと思うんですよ。これじゃん、こんな色です。めっちゃめっちゃ可愛くないですか。これ絶対みんな好きですよね、この色。確実に好きだと思うんですけれども、今日はこれをね使いたいなと思って早速やっていきましょう。ではまずこの右上のカラー、馴染みの良さそうなピンクっぽい感じのカラー、これをアイホール全体に広げていきます。ちょっとパール感のあるような感じのカラーになってるかな。あ、かわいい。見えるかな。すごいやっぱ馴染みのいいカラーなので、このベースに仕込むぐらいがちょうどいいかな。なんかナチュラルメイクとかだったらこれ一色でも良さそうなぐらい、すごい使いやすい色ですね。アイシャドウもすごいなんか滑らかな感じでさーって乗ってくれます。このアイシャドウは発色するってよりは本当に馴染みがいい感じなので色がつくみたいなそういう感じではないと思うんですけど、でもすごい綺麗なカラー、かわいい。このカラーも、はい、じゃあ今上まぶたに塗っていきました。こんな感じです。じゃあ続きましてこの左上のカラーいっちゃおうかな。このラメラメのカラー、これ気になりますよね。めっちゃ可愛いんですよね。なんかラメの色はそんなに変わったカラーみたいなやつは入ってなくて、普通にゴールドっぽい感じのラメなんですけど、なんか粒の大きさが違うラメが入ってる感じかな。結構色はつきやすいのかな、ラメのアイシャドウにしては。これはもう全体的に塗っちゃおうと思います。夏っていうこともあってまぶた全体キラキラにしてみようと思います。うわ、めっちゃ可愛い。あー、やっぱラメって可愛いですね。こんな感じ見えるかな。めっちゃ可愛い。しかもやっぱなんかラメのアイシャドウなんですけど、カラーが結構はっきりした感じのラメのアイシャドウなので、これ一色だけでメインカラーとして使えるような、そんなアイシャドウですね。ポイント的にまぶたの中央だけとか涙袋とかでも可愛いと思うんですけど、がっつり上まぶた全体に広げていっても可愛いです、この色。夏って感じ。はい、ということで今上まぶたに塗っていきました。そしたらこの右下のカラー、深いボルドーカラーですね、これをこんな感じでちょっと平たい感じの筆に取りまして、アイラインっぽく引いてみようと思います。なのでこの目尻のあたりから引いていきます。こんな感じかな。かわいい。この色も発色もやっぱいいし、マットなアイシャドウなのでアイラインの代わりに引いていってもかわいいですね。おしゃれ、この色。このカラーだったらメインとして使ってもかわいい気がするな。ちょっと目頭の方にも乗せていきます。ちなみにこのブラシもナーズのものです。26番ブラシです。どうだろう、かわいいですねこの色。やっぱアイライン代わりとして引いてもめっちゃかわいい。どうですか。なんかやっぱこういう色物をアイライン代わりとして使うメイクっておしゃれに見えますよね。いつもやっぱリキッドのアイライナーとか使うことが多いんですけど、パウダーのアイシャドウとかでアイラインを引いていくとソフトな印象になって柔らかくなったりもするので、そこもまた可愛い。柔らかい感じの印象なのでちょっと今日長めにアイライン引いていきました。はい、こんな感じです。どうでしょう、めっちゃ可愛くないですかこの色。すごい綺麗なカラーで可愛い。可愛すぎる。もうすでにこのフォルムが破壊力ありますよね。可愛すぎません、この色の並び。見た瞬間に、あ、もう私絶対これ好きなやつだって思いましたもんもうつけなくても分かりました、あ、これ私絶対好きだなって。はい、じゃああと下まぶたね、今何も塗ってないと思うので塗っていこうと思います。もう皆さんお分かりいただけてると思いますが、使ってないこの左下のカラー、オレンジのカラーですね。これも絶対可愛いよな。これもどちらかというとパール感っぽい感じのアイシャドウかな。これをもうがっつりと下まぶたに塗っていっちゃうと思います。囲む感じで塗っていこうかな。かわいい。結構薄めっていうか優しい感じのカラーですね。パレットの上で見ると結構オレンジ味が強く出るのかなと思ったんですけど、肌にのせてみるとすごい馴染みのいいカラーで自然なオレンジ感っていう感じなので挑戦しやすい気がする、このアイシャドウ。かわいい。
パレットっていうのもあるんですけど、やっぱりこの4色全部統一感がすごい良いので、どんなメイクしてもまとまったメイクが完成しそう。めちゃくちゃ可愛い。これこのカラーを上まぶたにメインとして使っていっても絶対可愛いですね。よし、じゃあこんな感じでアイシャドウは完成いたしました。どうでしょう、すごい可愛くて気に入ってる。やっぱこのアイラインが効いてますね。ちょっと赤っぽい感じのアイシャドウでやったアイラインがやっぱ可愛くていいですね。じゃあマスカラしていきます。マスカラはこれメイベリンのラッシュニスタのチェリーブラックってやつなんですけど、限定品だったのでちょっと今あるかわかんないんですけど、一応ブラックカラーなんですけど、そのチェリーっていうので若干赤紫っぽい感じのニュアンスカラーが足されていて、これめちゃくちゃいいんですよね。やっぱりアイラインとか色付きのものを使っていったので、こういうカラーが足されたようなマスカラとかを使うとより可愛いと思います。目をくっきりさせたいっていう方はブラックとかでもいいと思うんですけど、ちょっとブラックだとまつげの印象が強すぎちゃうかなって思って、せっかくのこのアイラインが目立ちにくくなっちゃう気がしたので、今日はこのチェリーブラックを使っていきます。このカラーはね本当になんか不思議で、私結構このカラー好きでつけてるんですけど、普段からしっかりとまつげは目立たせてくれるんですけど、なんかブラックほど目が強くならないっていうか、そうすごいなんか絶妙なカラーでね、気に入ってるんですよこのマスカラ。仕上がりを見てもらうと分かると思うんですけど、一見んチェリーブラックみたいな、ブラシについたものを見ると結構紫感強いかなって思うんですけど、まつげに塗っていくとそこまで紫感は出ないんですよ。出ないんだけど、でもなんかブラックじゃなくて、ブラックよりもちょっと馴染みが良くなって目元が柔らかく見えるので、本当に不思議な色のマスカラ。これ紫感強くないから結構いろんなメイクにもハマりやすいし、結構このマスカラ愛用してます。やっぱラッシュニスタ私好きなんですけど、まつげすごい綺麗に伸びてくれるので、わかりますか、今もめっちゃ伸びためっちゃ伸びた、すごい。はい、じゃあまつげも塗れました。マスカラですね、塗れました。じゃんウーバーが届きました。ちょっと今日は時間があまりないので、もう昼ご飯ウーバーイーツにしました。美味しそう。ちなみに今日はコムタンクッパを頼みました。なんか牛骨を煮込んだスープみたいな、想像以上にでかいんですけどちょっと後で食べようと。じゃあ今マスカラまでできたのでチークをやっていこうと思います。でチークもそのナーズから新しく出るやつがあって、今回もねギフティングでナーズさんから新しいコスメをちょっと一足お先にいただきまして、で今使ったアイシャドウともう一色この同じアイシャドウのもっとピンク味が強いバージョン、こんな感じの、こっちはね復刻版らしいです。で私が今使ったやつは新しく出たカラーらしいんですけど、6月の25日から発売になるそうです。その同日、6月の25日同日にスモールプレジャーズミニオーガズムセットっていうチークとブラシとリップがセットになったやつも発売されるんですけど、それがこれ、この3つですね。このブラシめっちゃ可愛いんですよ、ちっちゃくて。チークもこれ新しいやつなんですけど、こんな感じのカラーです。せっかくなのでこれも今日使っていきます。ピンク味が結構強い感じのカラーですね。でゴールドのラメがちらほらと入ってます。ブラシもねこれ使っていきます。これ取ってここに、私は斜めにこう入れるのが好きなので、ふんわりと外側に向かって塗っていく感じで斜めに入れます。可愛いこの色。チークはいつもそこまで濃くはしないので、このぐらいふんわりとのせていくのが私は好きかな。でもやっぱチークするだけで結構顔の印象が変わるので、意外とね大事なところではあるかなっていう風には思います。今はマスクとかもあると思うので、なかなかチークが見えないとかっていうのもあると思うんですけど、やっぱつけるとテンション上がりますね。ちょっと鼻筋にもつけてみようかな。夏ということでちょっと日焼けっぽくやっていきます。はい、こんな感じです。じゃあ、あとはもう簡単にリップを塗って完成にしようと思うので、これをね使いたいんですけど、どうだろうな、そんなに発色はしない感じかな。オイルティントなんですけど、一応結構ラメがつく感じだと思うので、とりあえず先にちょっと色味のあるリップを塗りたいので、これを使おうと思います。カラーポップのリキッドリップスティックのルームサービスっていうカラーですね。
んな感じのオレンジブラウンっぽい感じのカラーかな。アイシャドウのバランスをとってオレンジっぽい感じの色を気持ち薄めに塗っていきます。こんな感じ、このぐらいでいいかな。これだけでも可愛いんですけど、せっかくなのでこのリップオイルティントを上から重ねていきます。こんな感じで細かいゴールドのラメが入ってます。オイルティントなのですっごいサラサラ塗れるんですけど、でも仕上がり全然ベタつかないので、このリップそこがすごいいいんですよ、このリップは。はい、ということで裏返った声がはい、ということでこんな感じで完成しました。メイクいかがでしょう、いかがでしょう。やっぱこのアイシャドウがめっちゃ気に入ってますね、私。かわいい、この色の使い方っていうか塗り方も可愛いので、ぜひ皆さんやってみてください。マジでこのアイシャドウ可愛いです、本気で。事件、大事件発生してますっていうぐらい本当に可愛い、絶対みんな好きだと思うので。この色めっちゃ可愛い、やっぱこのラメが可愛いですね、上まぶたの。はい、ということでこんな感じでメイクは完成しました。ということで私はお昼ご飯を食べたいと思います。うわすごい美味しそう、ご飯がついてて、あっち、あ、いい匂いする。こんな感じのスープです。湯気がすごい、お腹すいた。あ、すごい牛骨が入ってる、そのまま。いただきます。あ、おいしい、優しい、おいしい。はあ、やばい、うん、熱っ。はぁ、おいしいあれ、メイク動画だよね、これ。はい、すいません、まあ、お昼ご飯これから食べたいと思います何の動画。まあ、こんな感じで新しくね、これ出るので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。6月25日発売です。じゃあまたね、なんか気になったコスメとかがあれば、その都度その都度メイク動画撮っていきたいなと思います。こんな感じでまあゆったりやっていこうかな。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。